第十三学師団はアメリカ陸軍の師団の一つ。第十八空挺軍団令下で三岳戦と接中戦を専門とする。司令部はニューヨーク州フォートドラム。第十不評師団は最初第一次世界大戦中に編成された。しかしこれは通常の不評師団であって現在の第十三学士団とは 死団番号以外の共通点はほぼ皆無である。1939年から1940年にかけて戦われた冬戦争で、フィンランド国防軍は山岳戦雪中戦の戦技を駆使して、ソ連軍を翻弄した。これに着目したのが、全米スキーパトロール協会の創設者であったチャールズ・マイノット・ドールであり、アメリカ陸軍にも山岳戦 雪中戦を専門とする部隊を創設するように運動した。これによって、1941年12月8日、最初の山岳部隊として、第87山岳風評大隊が創設され、後には、第87風評連隊に拡充された。同連隊は既存の将兵に訓練を施す方法よりも、大学を含む教育機関やスキークラブから、 三学経験が豊富なものを募集することで辞任を確保した。第10系師団は、1943年7月10日、第87不評連隊に、第85不評連隊と、第86不評連隊を加えた三個、不評連隊を機関として編成された。初代の師団長は、アリューシャン戦の経験を持つ、ロイド・イ・ジョーンズ順将であった。第10師団は、 砲兵大隊を4個ではなく3個しか持たないという点で通常の手段とは異なっていた。また陶器に適合した被服や装備 M29 ウィーゼルのような特殊車両を装備した。その後、第二次世界大戦の推移に伴い兵力数が増加し、1944年11月6日に第13学手段として正式に組織された。同年の12月、 2代目の師団長である、ジョージ・ピー・フェイズ少将のもとで、イタリア戦線へ出征し、同地の数軸国軍が降伏するまで転戦した。その後は、ダウンフォール作戦の日本本土侵攻に投入される計画だったが、日本の降伏により帰国することとなった。大戦の終結後、陸軍が動員解除して、体制を縮小するのに伴って、第13学師団も解体された。 第13学師団が復活するのは1985年になってからのことである。これは1983年にウィッカム陸軍参謀総長が発表した AOE k 不評手段構想に対応したものであった。AOE k 不評手段構想では常備軍、予備役、周兵で合計5個の系風評師団を編成することとなっており、 山岳船部隊の伝統を有する第10山岳師団は、まさに AOE 構想を先取りしたものと考えられたためであった。再編された第10山岳師団は、緊急展開部隊である第18空挺軍団の主力部隊の一つとして位置づけられ、今日までアメリカ陸軍の常備師団10個の一つとして活躍している。名前が示す通り、山岳船を専門としており、 雪山戦闘のための特別な訓練も施されている。アメリカ陸軍に10個ある常備師団のうち山岳戦を得意とするのは本師団のみである。系譜表師団の編成に基づき戦車などの機械化装備をほとんど保有していない一方、空挺効果やヘリコプターを利用した機動的な戦術を得意としている。このため突発的な戦争が発生した場合には、 そのフットワークの軽さを武器に、第18空挺軍団を構成する他の師団、すなわち、第101空挺師団や、第82空挺師団と共に、真っ先に戦場に投入される。2010年現在、第13学師団は、師団司令部の例下に、4個不評旅団戦闘団と1個、戦闘航空旅団、及びその他の師団直轄部隊によって編成されている。なお、 師団司令部は、その他の特殊な陛下の部隊と共に、師団特別任務大隊を編成している。第十三学師団の編成図、ありがとうございます。